あれも周囲をあいつ、何だっけ、トニーレオンだっけな、うん、すごい良かったですよ、ね、良かったですよね。当時、うん、渡辺さんっていう三国志を、研究されてる大学の先生がいらっしゃったんですよ、はい、でその人がレッドクリフを監修してるんですよ、あの女王の映画を。そうです、うんうん、はい、でその人が三国志検定をその時に作ったんですよ。あ、そうなんだ。よくできた話で、渡辺先生の書いた本があるんですけど、うん、その書いた本から問題が出るんですよ。うまい商売だな。そうだから渡辺先生の参考書買わないと解けない問題なんですよ、うん、でその人が三国志検定を作って、うん、で俺もまんまとそれに乗っかって、うん、で受けるんですけど、うん、でその渡辺先生と一緒にレッドクリフのDVD の副音声をスピードワゴンでやってるんですよ。え、このシーンはこういう意味があるとか、それは、そう、歴史的なことは、その時めちゃくちゃ教えてもらいました。面白い。